花輪町立図書館は、福島県東白川郡花輪町の公共図書館。JR 岩木花輪駅の駅舎と一体化した建物に入る形で、1992年4月1日に町立図書館として開館した。駅舎一体型図書館の代表例の一つとされる。図書館建設のきっかけとなったのは、1988年のふるさと創生事業であり、 1>, 1億円の使い道を議論する住民集会から上がった図書館の開設を求める声であった。建設計画は1990年から1992年にかけて進められ、1992年4月1日の開館の時点で蔵書数はおよそ2万冊であった。一体化するように接続する駅舎は、 1993年10月13日から教養開始となり、出殺駅勤務室、待合コーナー、売店が JR 東日本の施設として、展示室、会議室などが町の施設として整備された。列車を待つ時間に生徒などが図書館で勉強するといった利用のされ方も多い。2009年1月からは、町内で特許する70歳以上の高齢者を対象に、 職員が蔵書を宅配して貸し出すサービスを始めた。この時点では、蔵書は7万冊以上と報じられた。2011年時点で、蔵書数はおよそ7万6千冊。年間の利用者数はおよそ8600人。年間の貸し出し数は4万冊以上と報じられた。ありがとうございます。